伊藤忠 SDGs スタジオレストラン星のキッチンオープンです。何もしなかった伊藤忠 SDGs スタジオレストラン星のキッチンロゴお披露目となりました。こんにちは、改めてようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、早速なんですが、今回テイクアウト限定のデリボックスの鑑賞されたということで、はい、こだわりをちょっと教えていただきたいんですが。そうですね、できるだけそのデリボックスで栄養がきちんと取れるようにっていうことにこだわったのと、あとはすごくシンプルな味付けにして、こう、まあ、ある意味余計なものは入れない、本当に体に優しくて体に美味しいデリボックスにしようと心がけました。ここでしか食べることができないと、ね、はい、伺っておりますので、こちらも皆様楽しみにしていただければと思います。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、続きまして本日のゲスト、浜口まさるさんと南明奈さんです。どうぞ。こんにちは。ようこそお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ということでお三方お揃いいただきました。はい、とっても、ね、素敵なお三方に集まっていただいたわけなんですが、まずはね、富永さんのこのスタイルにちょっと圧巻だなっていう感じもするんですけれども、はい、どうでしょう、今日のファッションのポイント。皆さん爽やかに来るだろうなと思ったんで、黒で締めてみました。わあ、さすがです。裏を書かれてしまいましたね。いやでもかっこいいなという感じいたしますけれども、はい、奥様の南さんもとってもキュートですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私はこの星のキッチンをイメージしたこのカラーで来ました。で、マサルさんともね、夫婦で、はい、合わせました。はい、いいですね、リンクコーデってやつですね。あ、そうです、はい、51歳でリンクコーデやらせていただいております。さあ、皆さんのお子様が大人になった時に家族で見たい未来とは一体どんな未来なんでしょうか。うん、さあ、こちらあらかじめフリップに書いていただいておりますので発表していただきましょう。はい、これは南さんからいきたいと思います。はい、南さん、フリップオープン。はい、今よりもっと綺麗な自然。お、詳しく教えていただけますか。うん、そうですね、やっぱり実際にいっぱいこうお散歩したり、いろんなところに子どもと行くようになって、やっぱりたくさん綺麗なものとか自然とかを見せてあげたいなってすごく思いましたし、子ども自身もすごい揺れる木とかお花とかを見て、すごく何それ何それってすごい興味を示しているので、うん、今よりさらに、ね、こうたくさん自然が、うん、あるような未来にしていけたらなと思いますね。はい、なんか母としての思いもなんだか伝わってきました。はい、さあ、では旦那様はどんなことを描いていらっしゃるんでしょうか。浜口さん、フリップオープン。はい、撮った動画できるくらい豊かな海。いいですね。さすがにね、一緒に森付きまではいかないですけど、その、まあ、海辺をこう歩いて、いろんな生物がやっぱ海、面白い生物いっぱいいますんで、そういうものに触れて、はい、生態系を知ったりとかして、はい、そういう海、豊かな海が残っててほしいなと思います。本当ですよね。懐かしいですね。実は富永愛さん、愛さんとも無人島で対決したことがございまして、昔めちゃくちゃ懐かしいですね。すっかりお父さんで。いや、そんな自然残していかなきゃいけませんよね。はいはい、では富永さんの描く未来は何でしょう。はい、フリップオープン。美味しくて多様な食材と書きました。これは、はい、まあ、やはり今温暖化だったり気候変動もすごい著しく皆さんいろいろ感じてらっしゃると思うんですけれども、これから先未来どうなるんだろうっていう不安がとってもあると思うんですよね。で、どんな未来が南さんもおっしゃってましたけれども、子どもたちに残していけるんだろうってやっぱり不安になるんですよね。なので、やはりこの美味しくて多様な食材、やっぱりどんな風なこう食生活になるのかっていうのも考えるんですけれども、これから先ね、やっぱりこういった今私たちが享受している素敵な食、美味しくて多様なものっていうのを残していけたらいいなと
思います。食で人は作られてますからね、はいはい、大切にしていきたいです。さあ皆さん改めてフリップ胸元でお持ちいただいて見せていただきましょう、はいはい、それぞれの未来描いていただきました。いや皆さんの未来を実現する方法の一つがそのサステナブルな食材料理を選ぶこととなるわけです。フリップありがとうございます。